後でいろんなことになる覚悟はしております二日酔いとか一瞬で治っちゃうんですけど、うん、あれって体にいいんですか？まず普通そんなのお金続かないですからね結構詳しいでしょ。詳しい、めっちゃ詳しいやってみます。いや怖いです会長、今日は僕の友達のお医者さんで、はい、エクソソームを会社を作っているお医者さんがいて、はい、その方がスパノって雑誌の例の対談があるんでぜひ出てくれって言われたんで、ちょっとあまり最近雑誌は出てないんですけど、頼まれたんでちょっとやってみます。じゃあ取材っていうことで、取材ですね、はい、だからこう決まってますね。いつもねいつも決まってますね。美容についてというかアンチエイジングについてとか、まあ、これもいろいろ知ってる方だと思うんですけど、まあ、今回の後にねまたすごいそっちに詳しい人との対談もあるんで、そこのところも、楽しみにしていただければと思います。はい、じゃあ取材行きましょうか。です、お願いします。シーミス会社の目の前にありますよ、はい、ここはいわゆる美容クリニックなんですよ。いや、内科だよ。内科、内科で一般の人も受けれるし、会長みたいなこう美容に詳しい治療とかもできるみたいな。まあ、内科ってそういうの多いやん。レーザーだとか、はい、ペンペンだとか、大体幹細胞だとか。本当だ。会長、麻生さんとはどんな仲なんですか？なんか、そんなに何回も会ったことはないけど、なんかウルトラと出会ったりとか、ウルトラで会ったりぐらいじゃない、はい、あ、ウルトラで面識があるんですね。麻生さんが生配信で会長のこと大好きって言ってました見ました？見てないかな、それは会長のこの間のちょっと炎上してた話に触れてくれてて、うん、あれが松浦さんだよみたいな。いやー、みんなそう言ってはくれないよね、はい、だって深田恭吾だって大爆笑とかさ言ってくるし。あ、連絡来たんですか？連絡したら、大爆笑、七尾もさすが会長だって全然本人たちは気にしないんだから。あー、そうか。以上連載している俺の夜っていう、もう夜遊びとか男の遊びをテーマにした特集をやっておりまして、うんうん、その特別版として、はい、今回ちょっと松浦さんがせっかく登場していただけるので、松浦さんにこの幹細胞の魅力とか、はい、あとは遊びの哲学みたいなみたいなのをちょっとお尋ねできたら嬉しいなと思っていまして、遊びの哲学的なのありがとうございます。松浦さん、今現在はどれくらいのペース？週1ですね。週1ぐらいで、はい、スパの読者もスパを作っている人間もどんどん年を重ねてしまっていまして、だんだんもう夜の体力もなくなってきたなんていうか、じじくさいことを最近言ってくるので、ここは一つ、カツを入れようみたいな。高いよね、まだ。高いですね、まあそうですね。まあ、これはなんか、量が作られれば、下がるんでしょうね。はい、下がってくる。はい、その頃には来て、またなんか出てると思うんですよ。僕らはそのやる頃には、松浦さんは私の違うって言いましたけど、ちょっと先へ先へと。そのために松田さんに教えようと思ったんですか？最新医療教えてください。20年前にマックス注射っていうのを考えてくださったのも会長です、はい、20年前ですね。筋肉注射とプラセンタと肝臓を良くして体を良くするっていう。医者でも何でもないですけど、お医者さん、いろんなお医者さん行って打ってるもの見て、あれとあれとあれ打ってるからこれ混ぜて作ってみるんですよ。はい、すごいのができました。皆さん、そんなことやっぱ疲れた時とか、ライブの回復させる時に使わせていただいてるんですけど、会長のアイデアです。なるほど、なるほど。いや、東京のそういう有名な病院があったんだけど、そこで何を売ってんのかなって、ネオハーゲンとなんか変なビタミンを混ぜてたんで、それをまで教えて、はい、だったらそこにプラセンタ入れて、プラセンタの注射の打つとこまた別の病院になって、はい、そのプラセンタも教えて、全部ミックスして、そしたらどうなんだよって。それを最初に打たれたのを会長ってことですよね。はい、現代ではってことですよね。自分で発案して作ってもらって自分で打つっていう、はい、競争でちょっと怖かったですね。全国に広まりました、うん、だって死ぬもんじゃないから言いましたみたいな。そうか、そう
じゃあちょっと右手でカメラを指さしていただくとかやっていただくのってこう、これはいいもの、これがすごいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にあの会長にこんなことやらせて本当に、はい、後でいろんなことになる覚悟はしております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日麻生さんの撮影ですね。そうだね。あの前回取材受けたじゃないですか。取材？スパの関西本の時。その時に会長がいろいろ麻生さんに聞きたいことがあるってことで。そうね。まあちょっと忘れちゃったけど、はい、話してるうちに思い出すんじゃない？あのさっき麻生さんとお会いしたんですけど、うん、めちゃくちゃなんか緊張しましたよ。なんで？でなんか聞いたらこう一番尊敬する経営者っていう。最近そう思っただけだと思う。なんか最近多分、はい、なんだっけ、エビツーを見たんじゃない、多分、ね、ああ、どうなんだろう。あれ、あの、先に待ってるみたいですよ。チーズ、こんにちは。会長、こっちからこれね、転ぶからみんな気をつけてね。みんな転ぶんだよ。今日はお時間ありがとうございます。めっちゃ緊張してるんですけど。いえいえ、そうね、なんかさ、この間、はい、誰だっけな、あ、光だ、光のわらしべかなんか見てたら、はいはい、エクソソームのやってる会社のお医者さん、はい、なんか山川先生ですか、うん、すごい儲かってそうじゃないですか、はい、あれって儲かるんですか。やり方によってはもうめちゃくちゃ儲かるんだと思います。なんかね、僕もね、コロナの前だな、に投資してるんですよ、うん、エクソソームを。医者ですよ、お医者さんですけど、僕の友達のお医者さんで、はい、サイト会みたいな言い方をしてたけど、はい、会社を作るっていうから出資したんですよ、うんうん、全然儲かんないんだけど、あの人すごい儲かってるじゃん。儲かってるように見えるよ、わからないけど、はいはい、でも、まあ、最近やなんかちょっとちょこちょこそいつが始めていて、うん、幹細胞の上積みのうち脂肪幹細胞と歯髄と、再体血と、うん、骨髄全部混ぜるんだって。混ぜるんですね、うん、そのミックスしたカクテルにすると全部の方向にいろんなベクトルが向いて何でも効くみたいなものを作ったんですよ、うん、で俺の名前にとってマックス NF なんちゃらって言うんだけど、それをねやるとめちゃくちゃ治るんですよ、二日酔いとかが、うん、で光くんがなんか顔にやったの、僕がなんかもろに点滴でぶっ込むのね、ぶっ込むって言い方が悪いんだけど、うん、あと筋虫とあの点滴やると二日酔いとか一瞬で治っちゃうんですけど、あれって体にいいんですか？治るってことはもう症状が体験されてるのでいいと思います、ね、まあ、ちょうどね、はい、その時に動画撮ってて密着の、うん、めちゃくちゃ調子悪くて医者行って打ってもう夕方には元気になってるんですよ、知らない間に、うん、でもそもそもその幹細胞、脂肪幹細胞をお腹から取ったりして、うん、で培養して、まあ、1億とかできれば2億に承知してるんですけど、1億5千ぐらいは2ヶ月1回ずっともう5、6年もっとかな打ち込んでるんですけど、うん、あっちはよくわかんないんですよ。だからよくみんな200万とか当時昔は300万ぐらいしたんですけど打つじゃないですか、うん、でもほとんどの人が効果がわかんないっていうの、うん、最初で僕もよく分かんなかったですよ。よく分かんないけど、とりあえず続けていったんですね。だから周りが分かるの。なんでそんなに元気なんですかみたいな風になって、でも自覚症状はほとんどないんですね。うん、あれ200万ぐらいじゃないですか、今、多分、うん。で、2ヶ月に1回以上はするなって言ってたからしてないんですけど、あのエクソソームは僕やってるのって、僕知らなかったんだけど、5倍やってるんですって。5倍、うん、1人前の5人前ってこと、いっぺんに打ち込むのが気がついて聞いたら、これいくらするのって言ったらまず20万って言われたんですよ。それがエクソソーム1本っていうか1人前っていうか、うん、が高いか安いか僕分かんないのと、いっぺんに5人分入れてるんですよ僕。ってことは100万じゃないですか、うん、大丈夫なのっていうのがあって、でも、まあ、医者がやってんだから勝手に大丈夫だし、うん、俺もそんくらい入れないと効かないんですね。でもさすがに1週間に1回にしてくれって言われて、最近毎日やってたんですよ。まず普通そんなのお金続かないですからね。もう何百万っていう治療なんで、うん、はあ、やられてる先生の中では500万とか言ってましたよ。
幹細胞、はい、でもそれって多分青汁が言ってたの何千万とか言ってたけど、うん、多分何回分かだと思うんですよ。1回脂肪を取って、うん、5回ぐらいできるんですよ。で1回200万だと1000万じゃないですか、うん、多分そっちのことを言ってたと思うんですけど、その昔小室さんがバリまで行って血を全部入れ替えるみたいなことをやってたんですよ。それもちょっと当時あまり興味がなかったから何言ってるかさっぱり分かんなかったんだけど、抜いてそのまま戻すみたいな、なんのかな、ね、でもよくあるじゃないですか、血液のなんだっけ、酸だってあのヘリウムだから何か入れて振って戻すやつ、あれって全然効かないですか？効かないですね。効かないですよね、あれね。あれは見た感じ血が綺麗になっていいけど、うん、何の意味を感じないですよ、あれは。肺を通ったって感じだったんだけど、あれも全く感じないし、ありとあらゆることやってるんですけど、うん、効果を感じたことがあるっていうのがグリーンピールとあとエクソソーブのその4つのカクテル、うん、うわこれはやば効く、何が一番効く、メンタルに効くってこと、メンタルに効く、うん、まあ、エクソソーブっていうこの幹細胞を培養するときに出てくる、うん、あの培養醸成という上澄みの中に入っている物質なんですけど、化粧品とかに入ってたりして、うん、あれはだいぶすごい薄められてると思うんですよね。ですよね、何パーセントか分かんないんですよね、うん、本当に何リ1リットルの中はわずか数グラムとかしか取れないものなんで、うん、それを本当に薄めずにそのまま入れてるとしたら相当な単価だと思います。美容整形とかそういう、なんだろう、例えばニンニク注射っていうもんが30年以上前かな、平井クリニックで流行ったの、六本木の、うん、その時あまりなくて、当時六本木のその平井先生のとこはめちゃめちゃ行くと午前中から水商売の友達がみんないて、みんなニンニク注射にしてめちゃくちゃ今考えたら大したことない注射なんですけどね、うん、でもあれも最初は高かったけどさ、どん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 落ちてくるんですよ、落ちてきて、はい、ってことはエクソソームもそのうちどん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 落ちてくるんですか。あでも作るのにやっぱり大変なんで、設備がいりますし、なんかね、俺が使いすぎて在庫が切れたって言われて本当に嘘だろと思ったんだよ。あれ頭にあっても髪の毛バンバン入ってるんですよね。そう、はい、ます。そういう実験あって、はい、使用前使用後ってあって、うん、もうふさふさなんですよ。あと目薬も効く、うん、ドライアイとか効果的めなんですよ。そう、いろんな効いてるデータはいっぱい、鼻にも入れると脳にいいとか、うん、鼻はちょっとよく分かんなかったけど、目薬が効くのと髪の毛が生えるのがびっくりした。結構詳しいでしょ。詳しい、めっちゃ詳しい聞くこと、僕に聞くことないと思いますけどね僕より詳しいっていう美容整形っていうとね、もう僕はやっぱり衝撃なのはやっぱり浜崎あゆみにしてくださいっていう人が僕のところにたくさん訪れた時期があって、まあ、それはもう本当に松浦社長のせいだったと思うんですけどでもそれあの、ね、誰でも浜崎あゆみの顔になるわけで、取って帰るわけじゃないですからね。それに本当に何年も苦労しました。ああやっとなくなりましたね今はあんまりそういうのはなくなってきた。誰っていうのはないんですね。誰っていうのはなくなってきたんですけど、うん、すごい一時期から美容整形が変わったんですよ、ガラって、うん、切るから注射に変わったんですよね、全部。そうですね、もう糸入れるとか、うん、そうですね、注射で膨らますとか、ちょっとこう、うん、傷跡のないものに変わって、うん、もう整形というか注射に変わった。そうですよね、はい、でもあれってある一時期からで、ね、それまで前まではバチンバチに来てましたからね。バチンバチに来てましたでもさ、本当に高橋さん気軽に切るんですよ、昔ですよ、うん、これ気軽に切られたことあってびっくりした。なんか俺ここがたるんでるの嫌だって言ったんですよ、うん、なんかこれ嫌なんですよ、これが。でスタイリストに言われたから、高橋先生に電話して、これどうすればいいのって言ったら、明日おいでって言われて、ここ全部切られましたマジかよと思って。そんなこの子でぶっちゃけて大丈夫なんですか俺全然だって嘘言わないもんすごい最近やり始めたのはリストカットの傷とかにこう、うん、フラクショナルレーザーって穴開けて、うん、それにこうエクソソーム塗ったりとかして、で再生がいいとかそういうのはありますけどね。僕あのね、うん、俺にタバコをこってジュッてつけたことですよ。マジっすか。なんか酔っ払って、
つけられて、何なんだこの野郎って、根性焼きって怖いんだって、ビューって自分でやったんですよ、根性焼きを、その場で。で、こんな火傷になっちゃって、はい、で普通に釣りやってたら、そこからバイキンがあって、はい、破傷風じゃなくて、硬化式炎になっちゃって、はいはいはい、なんか腕が痛いなと思って、外科行ったら、これ外科じゃないって言われて、はい、腕切断かもしれないみたいな、はい、マジかよって、根性焼きで腕切断かと思って、バイキン入っちゃった、うん、魚釣り普通にやってたから、そこ傷だけ。でもその傷が消えたんですよ。なんで消えたと思います？傷は一応消えないんですけどね。でもね、だって根性焼きって消えないんですか、絶対。消えたんです、ここもこう白くなったの。お灸。お灸。お灸です。そう、僕言ってた、昔、前言ってた針は、針とお灸が一緒のところで、すごい量のお灸なんですよ。でここだけね、ここもう10個ぐらい乗せられて、熱いんだけど、気がついたら消えてた。それに3年4年そこは通ってたけど、でそこのお父さんと娘さんがいたんだけど、お父さんちょっとあまり体の調子が良くなくて、で違う針の先生を元嫁さんから紹介してもらったんで、なんか世界中駆け回ってる人で、サッカーの選手とか、その人にやってもらったら、前の先生はもう本当ね1ミリぐらいしか打たないでしょ、こっちはもう10センチぐらい引き打つんですけど、全く痛くないですけどね、で頭に10センチって意味わかんないですから、脳みそいっちゃうんじゃないですか、横に打つんだよね、でそこにこういうとこもグワッて首なんかだから、まあ、頸椎まで入れちゃうの。すごいですね。やってみます。いや怖いっすいやでもなんかそういう治すような細胞が走ってくるでしょうね。もう急で傷跡が治るね、初めて聞きました、だから多分全く理論的には解明されてないんじゃないですかね。でも治ったから治ったんですよ、すみません、喋りっぱなしで喋ってください。それはこう尊敬する経営者みたいなお話を聞いたんですけど、尊敬する、ああもちろん、そう、それはもうあの同じ時代を生きてましたから、僕はずっと見てましたから。一回ね、松浦会長のね乗ってたフェラーリを買わないかっていうのが来たことがあって、まあその時は買わなかったんですけど、そういう話がちょくちょく来たりとか。それと経営者と全く関係ないですね。ただのファンみたいな、これは松浦会長が乗ってたんやみたいな。あ、お家もね見に行ったんですよ。で延長府のお家もね、あ、無駄遣いの極めですよ。もうね売れた、売れたんです。僕はもうさっさとうちのその元嫁さんと子供たちをシンガポールに行かせたんで、いらないじゃないですか、で僕も住んでないし、無駄なんですよ全部、金がかかっちゃう。僕も見に行きました、あの豪邸、なんか管理人さんの家みたいなのも下にありましたね、はい、あの地下、2階、僕もできてから5年ぐらい気がつかなかったんですけど地下2階が、そういえば地下1階まで降りてきて、地下1階さらに階段があるんだ、なんだろうと思って降りてったら、なんか土木工事現場のなんか事務所みたいなのがあってさ、なんだと思ったら管理人用の部屋があって、気づいてなかった、いいのかみたいな全然5年ぐらい気がつかなかった浅田のお父さん、あ、そう浅田が映してる、ね、お父さんが管理人、確かそういうの任せてたな、管理人がいないと無理です、あの家。いや、そう思います、あれは、ちょっと僕の方のチャンネルも、はい、いいですか、はい、全然です、はい、一応ね、書いてきたんですけどね、会長のね、あのことはずっともう本当かな見てきたんで本当かな、週刊文春みたいだなまあでもあの、はい、ABX ウェイとかちょっと読んで、あ、はい、本当はあのいいですか質問して、はい、全然、はい、まあ、そのレンタルレコード、はい、